木の実くん会えないかな。期末テストが終わり、明日から冬休みです。あ、木の実くんと黒山くん。あ、一組ホームルーム何やんの？クリパだよ。6組はグラウンドでドッジボール。いいな。あ、おもちちゃんの彼氏だ。写真撮ってあげようか。せっかく会えたんでしょ。木の実黒山だ。これつけて。こっち見て。彼女いいな。似合ってんぞ木の実。キラ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 、まばゆい青春。ああ。ん？早く帰りてー。去年の私、早くお家に帰りたい。見た。気持ちわかるぞ。俺らも相方取られちゃってさ。うんうん。俺も振られたことあるぞ。仲間仲間。うるせえ。お前らと一緒にすんな。ライライ。私とライライの仲間って私たちが思ってるよりいると思う。気づいてないだけで。お前まで綺麗事言うなよ。あ、なんだあれ、寄り添ったのに。追わなくていいよおもちさん。なんで一人になるんだろう。私もそうだったから。痛いほどわかる。教室の居心地の悪さも、差し伸べられた手が遠いのも。ああ、くそ。お前かよクソが。見た、お前もっと優しくなれよ。はっ、いいよなお前らは。他人に優しくしてらんねえくらい余裕失ったことないんだろう。うん、俺今めちゃくちゃ余裕あるからさ。つぞ。お裾分け。見たももっと余裕持て。何これ。小6の俺、黒山に見せるようだったやつ。ああ、これは釘で額えぐられた翌日の修学旅行で。木の実。ん？くん？私も一人だったからわかる。うわあ。持ちに振られて俺と親友になれ。なんで振られないといけないんだよ。誰かのそばにいたいと思えることの価値も。絆深まるだろ。何あれ。みんな冬休み何してる？ずっと部活。年末はおばあちゃんち。私も。私家族旅行ロンドン。あまり会えなくなるね。明日から冬休み。この名残惜しさが。さっきの写真くれよ。なんでだよ。